国崎はじめは、ブラジルサンパウロ市出身、玉ノイベア所属の元大相撲力士。本名は、バンデル・ラーモス。身長192センチメートル、体重180キログラム。趣味は、音楽鑑賞。最高位は西十両4枚目。得意技は、右四つ、寄り、突き、叩き。愛称は、ラモス。血液型は、O 型。イタリア系ブラジル人。 小学生の時には柔道を習っていたが、中学に入学すると相撲を始めた。以降、相撲で活躍し、ブラジルの国内の大会に出場するなど活躍した。高校に進学し、明治大学中の中相撲部主催のホームステイする際に、玉の井部屋に世話になった。その縁で友人が入門したいと考えていたので、その父から、 一緒に行ってくれないかと頼まれたため本人も入門を決意。1991年8月に他の3人と共に来日し、玉のい部屋に入門した。同時に来日した東風と北東は日系人、若東は準日本人であったため、日本人の血統を引かない、ブラジル人は国先のみであった。同年9月場所で初土俵を踏み、 上身を活かしたスケールの大きな相撲で幕下まで順調に番付を上げていった。右四つからの強引な小手投げで正気を掴んでいったが、小手投げの多様による腰痛に悩まされからは低迷し、長期休場も二度経験した。二度とも序の口まで番付を落としているが、土俵復帰後は短期間で幕下上位まで復帰してきたので格段優勝は5回を数える。 2000年5月場所に幕下優勝を果たし、東幕下2枚目まで番付を上げた翌、7月場所では4勝3敗と勝ち越しを決め、翌9月場所20両に昇進。準ブラジル人初めての関取となった。その場所は序盤から優勝争いに食い込んだが、9勝目を上げた13日目の相撲で、左手の関節を故障し途中休場となった。 しばらく重量に定着していたが、腰の古傷の状態が悪化し、2002年3月場所を最後に幕下に陥落。その後も重量復帰を目指して相撲を取り続けていたが、2003年9月場所には3段目に陥落。2004年3月場所に西3段目20枚目で5勝2敗と勝ち越したのを最後に現役を引退した。なお、ブラジルから渡ってきた。 同期の中で最後まで現役を務めた。現在は会社員。2007年10月20日、テレビ朝日系討論番組、朝まで生テレビ、激論、国技を相撲に、未来はあるかに、パネリストとして出演した。左手関節合図上骨臭囲脱臼により14日目から、途中急場 AB 交渉を腰痛圧迫骨折。 腰部脊髄神経根損傷により14日目から途中休場左根上腰痛症により2日目から途中休場。ありがとうございます。